それでは記録の6に行きますね。まず金辺を、45度ぐらいで払いますね。そしたら止め。中心を狙って縦を書いたら、点を、右の点は上から少し右上がりに持っていきますね。作りの方はこの線よりも少し短めぐらい。縦は上よりも少し長め。間隔角度を揃えて、この横位置は少し長めに持ってきます。そしたら、この線の半分、中心から縦を、辺の金辺よりも長く持ってきますね。そしたら今から、4つの点を書きますが、少し内側に入って、この点よりも外からすくい上げます。この点の位置に合わせて、右から払っていきますね。そしたらこの同じ位置からだいたい左のこれに合わせて横に抜いていきます。